はい、皆さんこんにちは。玉運動チャンネルです。イエーイ。ですね、今日のお茶の紹介です。今日はこれいきます。チランチャー。はーい。これはね、同じこれこのシリーズがあるんですけど、産地シリーズの中ではもうダントツトップの売り上げになってます、チランチャー。で、チランチャーというお茶はですね、まあ、いわゆる鹿児島県のチランという地方がありますよね。あと古代で有名なチラン、あのチランのあたりで作っているものは大体一般的にチラン茶というんですが、的にチラン茶というと品種豊か緑というのを使っています。で、豊か緑は今日本で生産量2位です。1位はヤブキタ、次が2位、豊か緑、それぐらいですね、割とメジャーな品種なんですね。で、チラン茶って言って、一般的には豊か緑ですですけど、朝露が入ってる場合もあるし、元によっては豊か緑と朝露をブレンドして、それもチラン茶ですよね。で、さまざま、チラン茶という産地の表現した場合に、一般的には豊か緑だと思うんですけども、若干ですね、他のお茶が入ることもありますので、その辺は専門店でこれが品種なんですかとか聞いてみるのも面白いかもしれませんね。で、お茶はね、色が濃く出ます。で、色も味もよく濃く出て、そして甘みがふわっとこう鼻に香るのがですね、甘いんですよ。うん、香りが甘い。そう、ちょっとこの、なんていうのかな、どうやって入れても美味しく出るような、仕上げになってるんですよ。ですから素人向けでもあるし、くろうと向けでもあります。このお茶は万人が、向けのお茶だと言っていいでしょう。どっちでもだからトップ一番よく売れるお茶なんですよね。